どうも、ビデオゲーマーです。こういうキャリア、損事編、続きやっていきます。で、今回はヨーロッパリーグのグループステージ初戦バーゼル戦やっていきますと。1年目に FA カップ優勝することができて、ヨーロッパリーグ参戦してるんですけども、参戦できることをすっかり忘れてましてね。日程に入ってきた時に、ちょっと待てようと思いましたけどね、最初。いやー、イングランドリーグね。過密日程なんで、ヨーロッパのカップ戦入ってきただけでね、地獄のような日程になるんでね、勘弁してくれと一瞬思いましたけど、上がってきたばっかりなんでね。まあ、でも、せっかく参戦してるから、行けるとこまで行きたいなと思いますけど。で、他のグループのメンバーを、まあ、ささっと見ていきますかね。グループ A はこんな感じ。グループ リーがこんな感じと。で、C。で、D。で、E と。F。G。で、うちのチームがいる H と。グループ A はローマとフランクフルトが硬いかなって感じですけどね。B はちょっと、ちょっとわからんなぁ。C はセビージャ硬いでしょうね。C、D はアタランタが1位か、マルセイユが1位か。そこの争いかな。これはもう、問題なければチェルシーが1位で進むんじゃないですかね。こっちも1位2位争いが激しそうですね。ポルト、リール。いやー、ポルトが1位で、あ、違う、リールが1位でポルトが2位っぽい気がするな。うちのグループは、バレンシアはトップで駆け抜けるんじゃないかなと、2位争いが混戦になるかなと思いますけど、まあ、混戦になるようにね、バーゼル戦勝って、まあなんとか、できたらいいかなって感じですね。まあとりあえず、記者会見いきますかね。前の2つの質問で全く上がりもしないから、これで上げないとダメなんですけど、まあこれでいいか。前の質問2つ意味あんのかなっていうぐらい本当上がんないね。意味ないだろほんまに。よし、スタメンを選ぶぞ。新戦力のアコスタ、ネケスラ、スタメンで使います。で、トップを、これは、マジョラルにしようかな。で、マジョラルを、あ、ホルスナインになっちゃってんのか。なるほどね。もうマジョラル、ホルスナインでいいか。オバヘミ使ってたら、ホルスナインきつかったけど。マジョラル使いますか。まあ、メンタルがあれですけど、まあまあやってくれるだろうと思ってますんで。あとはムバイズ入ってアンパドゥでしょ。あとはまあ、前回のリーグ戦と一緒かな。ですね。ベンチはこのメンバーですね。まあ、ここのセンターバックコンビがちょっと能力的に低いんでどうかなっていうね。ディフェンスライン。まあ、ここの3枚かな。ちょっと不安なのは。そこがうまく機能すれば。まあ勝てるかなと思いますけど、機能しなかったら負けるでしょうね。いやー、ドキドキのグループステージ初戦ですね。4-2-3-1一緒か。まあ、なんとか勝てるように頑張りますと。じゃあやっていきます。はい、じゃあやっていきますと。声が全く出てなかったね、今な。びっくりしたわ。お、いいよ。お、いいよ、いいよ、いいよ。抜け方がうまいよ。
あー、キーパーナイス。てかあれだな、バーゼルの左サイドバックの選手がハゲてんのがすごい気になるな。あれゴールのとこいんの、あれだんだんハゲ広がっていってない、あれ。おお、止めよった、すごい。決まりそうだったのに今。オッケーオッケー、いいよ。おお、素晴らしい、ナイス。ムバイゾのパスが良かったですね。出たよ、もうベールといえばもうハートですからね。おっと、おお、素晴らしい、 OK。 キャントウェル、さすが。今のはすごいシュートでしたね。いやー、お見事。綺麗に決まったな。てかルベン・ペレスが引退するのがもったいないな、これな。俺引退したら泣くんちゃうかな、なんかっていうぐらい。おっと、チームへの貫禄度が半端ないわ。確か、やばい、うまい、うまい、あっ、オープンね、外してくれたわ。まあ体のバランスが悪かったからシュート外したかなって感じですね。崩しはもう完璧でしたね、バーデルね。ああ、前半終わりましたね。OKOK。あ、いける、いけ、あー、ノー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 、もう一回引っ張られたけど今ノーファール、マジでやば、やば。OK、外してくれた。たださっきのノーファールか。うまいな。うわー、キーパーナイス。てかバルコク動きいいな。おお、おお、ダブルないないっす。いやー、ちょっとディフェンスがどっちつかずになっちゃったから、あー、やられたと思ったけど、これパスがどっち出すか全然わからなかった。いやー、ポーラスベックに助けられた今。おお、ナイスアンパで。おっ、バカ野郎。ありゃー、せっかく今いいディフェンスしたのにパスしくっちゃった。ゴールキーパーに戻すつもりが。ああ。そっちにパスしちゃったな。今ゴールキーパーの方向いてパスしたつもりだったんやけどな。うん、したよな、あれな。完全にな。したわ。ケスラにパスしちゃったよ、あれ。ほら、無理だろ。ああ。おお、マジ、あっちゃー、決められた。やられた今の。
開いたやられたな。ここうまかったな、サイドの選手が。マーク全然ついてない、誰も。これはやられるわ。おっと外す。外したね、今ね。上行っちゃったか。外したな。やばいな。コーナーか。怖いな。は？何が何が触っとん。よっしゃ、オッケー、止めた。いや、試合の終わり方よ。いや、止めたけど、触ってたか、最後。絶妙に微妙な判定やったな。はい、まあ引き分けてしまいましたね。なんかすごく微妙な判定であったような気もしますけど、まあ PK 止めたんで負けることはなかったですけど、あの判定は本当かっていうようなね感じでしたね、最後の PK ね。うん。で、次ニューカッスルやっていきますかね。よし。で、メンバーいじるか。オーバーフェミで、これ裏に抜けるに変えましょう。んで、グリムト使おうかな、今回。んで、スカリー使います。で、猫。で、ケスラーじゃなく、ここは、スティーブンスの、アムパドゥにしようか。クレスウェルそのまま、キャントウェルそのままで。で、ここ、グライムスの、スミスにしましょう。いや、こうするかな。こうしよう。で、ベンチですね。ベンチ。どうしよっかな、これ。アコスタ入れるか。で、フィールド入れますかね。タバレスに変えて。で、バルコ、コウト、バーに変えて入れて、だな。で、マトンドに変えて、アホラヤに変えてマトンド入れましょう。このメンバーでベンチやっていこうかね。はい。んー、じゃあ試合やっていきますかね。8位、9位、直接ですか。これは勝ちたいですね。うん。じゃあ、試合の方やっていきます。はい、ちょっとニューカッスル戦やってる途中でゲームが落ちてしまったので、ニューカッスル戦もう一回やりたいと思いますという感じです。で、メンバー変わらずやっていきますので、まあこんな仕切り直し初めてですけど、まあびっくりしましたね。で、相手は多分変わってるとは思うんやけど、ちょっと覚えてないな。うん、まあとりあえず試合、まあ仕切り直しになりますけど、もう一回やっていきますと。
はい、じゃあやっていきまーす。仕切り直しのニューカッスル。おっと、負けそうな匂いがプンプンしますけども。あー、 PK だね。 PK 多いな。手出しちゃうんかな。ああ、出してるね。すんごい出してるね今のね。いやー、まあまあまあ、順位がね近いですからね。よっしゃ、 OK。 よし、あー、よく止めた。え、ちょっと待って、一瞬の抜け出し、やっぱ、あっ、助かった。一瞬の抜け出しのスピードやばかったな今。よっしゃ、 OK。 よし、Well, here it is again. Just look at the quality of the cross. It's inch perfect. But how is he allowed that much time and space? He doesn't even have to jump to head it in. It's a good finish, but terrible defending. なんかちょっとコース変えただけみたいな感じですけど、クロスのね。あ、そうだった。マクバーに行ってるわ、ニューカッスルに。忘れてた。選手交代しよう。マトンド入れますか。んで、フィールドをグライムスに変えて入れましょう。Effective looking pass. Greenwood. Wow, すんごい。 Magnificent display. It's such a one-sided contest here. 今のは綺麗かった。綺麗だったなこれ。フィールドの一本のこのパスからやけど。やっぱちょっとゴールキーパーの動きおかしいけど、人間の動きで飛び出しながら反るって無理だろ、あの角度で。できるのかな、あの角度できるからゲームのキャプチャーに入ってんのかな。え、絶対無理だと思うけど。あれ、セボンで岩さん、ちょっと待って。うわー、すごい。ちょっとミスりましたね今。席しちゃったから、その勢いでボタン押しちゃった。これで反応遅れちゃった。まあしょうがない。うーわ、行く。モロカウンター食らったな。いやー、あれ、これどうなん、これ邪魔されてない。邪魔されてんじゃねえかな今のゴールは。ロスタイム4分。
executed. Really good reading of the game to win possession back. あぶね。ああ、もうこのまま行けば終われるかな。やった。オッケー。危な。いや、2点返された時ちょっとドキッとしたな。いや、でも2点目はちょっとどうなんだろうな。完全に邪魔された感あるけどな。はい、まあ、ニューカッスル戦、ギリギリ勝てまして、まあ、次回なんですけども、まあ、どこを取ろうかなという話なんですが、まあ、トッテナムシティ戦があるので、まあ、ここ取ろうかなと思います。で、その次、バレンシア、アストンビラみたいなね、感じでやっていこうかなと。いや、あ、まあまあ、そうしましょう。そうしましょうか。そうしましょう。で、アーセナルを一試合だけ取って、次が、バーンリー・サウサンプトン戦で、まあそんな感じでね、一試合、二試合、一試合、二試合っていう感じで取っていこうかな、と思います。あ、待てよ、それやったらレスター取ったんちゃう。レスター取って、プラハ戦と、トテナム戦取ったらいいんだよね。で、シティ・バレンシア取ったらいいんですよね。うん、そうしよう。次回レスターを取りましょう。じゃあ今回はこれぐらいで終わります。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね。バイバイ。